ただいまやってきましょう。風来期いつきルートですね。で、就寝したんだけど、なんかメールが来て、差出人が増田夏樹、写真の女性についてある記事を見てとても驚きましたって。これもしかして喧嘩した友達、まさかいつきちゃんの、そんな展開あるなんか始まってワクワクしてます。はい、写真の女性について、増田夏樹、前略突然のメールを失礼いたします。実は私はこのウェブサイト何この表現、ウェブサイトを、今まで全然知らなくて、ある知人に教えてもらって拝見しました。そしてある記事を見て大変驚きました。こういった業界がどこまで本当のことを読者に発表するものなのかは知りませんが、それにしても現地レポートを題材にしている読み物まで、こんな虚偽の記事がまかり通ってるとは信じられません。え、友達じゃないの？何それ。いくら読み物として面白おかしければいいとしても、ここまで悪質なものは許せないと思います。今後このような虚偽記事を載せるようなことがないよう、この記事を書いた担当者の方と、記者編集部の猛省を要請しますそう、何これ、どういうこと、ちょっと待って、何これ、なんか怒られてんだけど。嘘書いてないよ、何これ。は？うわ、きつ、なんだろうこのメール。まあでもあるのかな、まあいろんな人がいるから、こういうのを、まあ本当なのか嘘なのか勘違いなのか分からんけど、送ってくることはまあよくある話なのかな。うん、綾瀬とか言ってた、マモルさんも言ってたもんね、そういうなんかあっちは特殊だったけど、ああいうお便りはいっぱい来るみたいな。俺の記事が虚偽だって、そんなこと言っても全く心当たりがないぞ。よくあることなのかな。一体何を腹を立てているんだろうこの人は。名前は増田夏樹、女性か。てっきり友達だと思ったのに、その名前にも心当たりはないな。それに返信用のメールアドレスもない。となるといたずらか嫌がらせの類かな。何にしても何を起こっているんか分から、起こっているのか分からない。わからないし、連絡の取りようもないんじゃしょうがない。こういうのは放っておくのが一番なんだけど、なんだかすっきりしない。特に俺の書いた記事が面白くおかしく嘘800を並べたものだってところに腹が立つ。と同時に悲しくもなってくる。一体読者のうちの何割の人が俺の書いた記事を信用してくれているのだろう。そしてその何割かのうち、俺の言いたいことをちゃんと受け止めてくれているのは一体何割なんだろう。こういうのって1割いればいい方なんじゃないかな、実際的には。俺はひょっとしてこんなところでただの道化を演じているバカなんじゃないだろうか。いや、考えるともなしに頭の中に浮かんできては消える嫌な考えか。その日の夜は、北海道の夜にしては珍しく、寝苦しい夜となった。雨降ってない。なんだろう？友達なのかな、あれ。なんかやっぱ、話してないことがあって勘違いが起こってんのかな、いつきちゃんが。そんな感じ？朝。俺は、尾てい骨のあたりをさすりながら目を覚ました。ああ、これはあったね。はい、じゃあ、月曜日まで、時間を飛ばします。いつきちゃんと会うとこまで飛ばします。はい、ナイスだね、ないね。はい、記事に、虚偽が書かれてるという厳しい指摘を受けたので、4日間ぐらい記事を書かないで書かないで詫子半島を行ったり来たりしてキャンプするっていう、朝キャンプをいきなり立て始めるっていう、気候を繰り返しているところなんですけど、ほぼ2週間詫子半島にずっと住んでるけどな、これもはや1000人みたいになってるけど、はいそういう気候を繰り返したんですけど、日曜日の夜寝たらなんか始まりました。はいなんかデジカメを確認してるとこからですね、そこには先日初めて時坂さんを撮った時の写真が映し出されている。物悲しそうな横顔、
憂いを帯びた瞳は遠くを見つめ、二の腕が細い肩を抱き、しとやかに濡れた髪が風に乱れて舞っている。そして全身にもだえた悲哀というか儚さというか神秘的な雰囲気。あんな女の子とは会ったことがない。だが気になるのは、ふと時坂さんが見せる悲しい顔。親友と喧嘩したとは言っていたが、それ以上に何か彼女が悩みを抱えているらしいことはわかる。ただそれは愛に他人が触れてはいけない傷口のようにも思えて、それが今一歩彼女の本当の心との間に距離を感じさせているのかもしれない。彼女の傷跡、それが何なのかわからない。だがもしもそれを取り除いてやることができたのなら、彼女の最高の笑顔が取れるかもしれない。相変わらずテントを叩く雨音がする。だがもう先ほどみたいに激しく降ってはいない。小雨だ。雨音に混じってわずかな風の音も聞こえてきた。時坂さん、今頃何してるんだろうな。完全に恋してないか。大丈夫かこれ。なぜそんなことがふと頭に浮かんだ。考えたところで答えがわかるはずもないか。俺がそうつぶやくと、デジカメの電源をオフにしてシラフにくるまった。明日も彼女を取ることができる。俺はそれだけを考えることにして、大地の上で眠りについた。最近なんかゲリラ豪雨みたいのがひどいけど、キャンプやってる人ってどう、大丈夫なのかな。テントじゃ水が氾濫してくるでしょ、すごい勢いで。シラフから上半身だけ出して伸びをすると、朝の空気が少しずつ寝ぼけた頭を起こしてくれる。これ初めての背景だな。さてと、今日は時坂さんとチミケップに行く約束があるんだったっけな。テントはここに張りっぱなしにして、荷物も必要最低限にしておかなきゃ。張りっぱなしでいいの？うん。あとは彼女、あ、ここでキャンプを撮る専用セリフじゃん。待つだけだな。うん。そっか。他のとこでキャンプ撮ると展開変わんのかな。彼女を待つ間、俺は湖畔をぼーっと眺めていた。尾張さん。なんかね、こっから攻略サイト。大人の女性に見えるね、やっぱ。そうやって遠くから見ると。足がスラッとしてて。なんかこっからね、攻略サイトによると、15日以降は5月のルートに突入し、バイクの移動が全てオートになる。他の場所へ移動できなくなるって書いてあるんで、なんかもう俺が移動させる必要はないらしいです。はい。あ、来た来た。完全5月ちゃんルート。おはようございます、尾張さん。おはよう、時坂さん。少し遅くなってしまいましたか。いや、全然。もう準備も万端。いつでも行けるよ。今日はよく晴れてよかったですね。本当だね。雨が降ったらどうしようかと思ったよ。きっと日頃の行いがいいからですよ。俺が？はい。尾張さんはとってもいい人ですから。笑顔でそう言われて、俺はちょっと嬉しくなった。最初に会った時に比べて、時坂さんは随分明るくなった気がする。じゃあ、そろそろ行こうか。ええ、案内よろしくお願いしますね。任せて。ここに座れる？ちょっと高いかな。俺はバイクのシートを叩きながら、時坂さんに言う。彼女は、つま先立ちをしてみるけれど、やはり少し高いようだ。ああ、ちょっと高いみたいです。どうしましょう。そうだな、ちょっとごめんね。抱っこしてひょいって。え、キャッ。俺は時坂さんの脇に両手を入れると、子供に高い高いをするようにする時のように体を持ち上げて、そのまま彼女の体をシートに座らせた。しっかりとスカートを押さえていてね、めくれないようにもだけど、後輪に巻き込まれないようにね。あー、そっか、なるほどね。スカートを押さえるって言っても、自分が振り落とされないようにギュッてやってなきゃいけないんじゃないの。大丈夫だなそれ。あー、なるほどな。いや、これ降りるときと乗るとき毎回いつきちゃんをこう高い高いするの、俺が。やばいな、これ。やばいな。はいはい。
おお、出発。行くか。ちょっとアラームうるさいんでちょっと切ってきます。あー、自動か。俺が何もボタンを押してなくても進んでたね。結構早いんでこれこのまま見てこっか。おー、そっか、さすがに後ろに乗せてる、背に乗せてる風な感じで行ったりとか、ここで会話が始まったりはしない。あ、自動か、始まったりはしないんだ。これ選べないもんね、ボタン押しても効かない。自動で動いてくれてますね。そっか、ここで会話が始まる。どうなんだろう、バイク乗ってる時って会話できるの？風音でうるさくて会話なんかできないのかな。なんかこうイメージ的にはさ、イメージ的にはさ、会話できるイメージがこう漫画とかそういうのであるけどさ、ドラマとかアニメとかあるけどさ、実際現実的には風の音うるさいんじゃないかな、ザーっていう。会話できるのかな。到着、お疲れ様。ここがチミケップ湖なんですか。ああ、湖なんだ。いや、そこの入り口の面白そうな看板を見つけたからさ。あ、寄り道寄り道か、通り道だし面白そうだからちょっと寄ってみようかなって思って。ああ、まあ旅の醍醐味っちゃ醍醐味だよね。これはツアーではできないものですよね。ああ、こうツアーとか頼んできてるんじゃなくて自由に移動できるっていうものの醍醐味だね。特に北海道なんかそういうところがね、寄り道でできそうなとこ多いもんね。あ、そうなんですか。うん、それはそうと、初めてのバイクだったんでしょ。怖くなかった？え、大丈夫、すごく楽しかったです。大丈夫、髪の毛巻き込まれたりとかもしないのかな。そこまで長くないか。走っていると空気の厚みや肌触りの違いみたいなものを感じました。場所によって空気の匂いや質感みたいなものがどんどん変わっていって面白かったです。ああ、それはあるかもね。気持ちよかった？はい、とっても。そうか、それよかった。でも怖かったら無理しないようにね。はい、じゃあ行くか。この先ちょっと山道になっているけど大丈夫？大丈夫です。靴が山登る靴じゃなかったような気がするけど大丈夫。歩きにくかったらいつでも行って。手を貸すからさ、肩をな。背中を貸すぞ。でもここで取れるんでしょ、ほら。ほい。異邦人。いつも通り。異邦人一回見たね。ああ、これじゃないのか。私、変じゃないですか？ああ、どうかな。まあ、取っとこう、これで。はい。ありがとう。いい写真が撮れたよ。時坂さんって、モデルのセンスあるね。今更、もはや。私なんて。オッケー、じゃあ行こうか。最低2枚は取らないといけないからね。大丈夫、そこ滑るから。大丈夫、そこ滑るから気をつけて。はい。待って、今手を持っててあげるから。すいません、キャッ。おっと、危ない。ごめんなさい、私重くなかったですか？ラッキースケールだな、かっこいい。いや、全然、かえって役得なぐらいかな。やだ、終わりさったらそんなことばっかり。なるほどね。テンプレ的な展開ですね。はい。笑顔が見たいな、やっぱ。今の笑顔でいいんだけどな。あ、これいいんじゃない？満面の笑みはやっぱ、まだ言ってた通り、隠してるものが、傷口が、こう、癒されない限りは、出てこない感じかな。裾が濡れちゃうかな。平気です、これぐらい。ちょっと待ってて。よっと。お、キャッ。おい、なんか積極的だな。お、リスさん。軽いね、トキサクさん。向こうの乾いたところまで行くまでだから、ちょっと我慢して、もうか、なんか、もう、なんか、いつきちゃんの意見を無視して、もう、勝手に抱っこしたり、おんぶしたり、なんか、勝手なことしまくってんな。でもここで撮影できんの？あ、さすがにできないようになってるか。ちゃんとしてんな。いや、ちょっと。
ごめんね、恥ずかしかった。誰もいないけど。え、あ、はい。でも、ん？全然嫌じゃなかったですから、謝らないでください。そうだね、帰りもこうやって行かなきゃいけないもんね。勢いやったなら。え、あ、うん、わかった。あー、そうだな、滝だよね。滝を見ようか。うん。はい。これ見たことあるな、この滝。なんか人工的じゃないみたいな。ああ、撮れる？撮れるんだ。ポーズは固定ね。涼しいね。はい、気持ちいいです。これなんか人工的じゃなくて自然にこんな感じになったみたいなこと言ってなかったっけ、この滝。こんな段々になってんのに自然なんだみたいな感じの話をした気がする。わあ、すごいですね。本当だ。寄り道してきた甲斐があったな。新緑の森の中を流れ落ちる滝のしぶきがあたりに舞って虹を作り出していた。肌に触れる雫が冷たく心地よい。時坂さんはしきりに感心して滝を見ている。ねえ時坂さん。はい。どうしてここは鹿なりの滝っていうか知ってる？名前の由来ですか？鹿なりっていうくらいですから、鹿が鳴くからですか？実は俺も知らないんだ、これがな。え？ただこういう場所だから、きっと鹿も水を飲みに来たり、水浴びをしたりする場所なのかもね。あと、ホタルが水浴びしてたりするんじゃないかな？どうかな？そうですね。そんな雰囲気があります。この辺りは町からも離れてるし、大きなレジャー施設もないしね。きっと、鹿もたくさん住んでるんだろうな。そうですね。自然に触れる旅なんてのはさ、こうして冷たい清流に手を浸すだけでも、その良さを味わえるものなんだよ。でも、人間はすぐに自然を自分たちの手で作り変えて、それは自然だと言って、売ろうとする。人間のやることって、矛盾だらけで、間が抜けているよ。現に、俺だって、偉そうにこうやって言ってるけど、その一方で、バイクに乗って、排気ガス撒き散らして、こういうところを取材して、うぞうむぞうの観光客を呼び込む手伝いをしてるようなもんだからさ。そんなことないです。尾張さんのやってることは、こうしたところを紹介すると同時に、どうやって自然を大事にして旅をするかの心もみんなに伝えようとしてるじゃありませんか。そんなことないよ。いつきちゃんのなんか、いつきラブのただの日記みたいになってるけど、大丈夫かなと思ってるよ、あの記事。自然を壊してお金儲けをしようとしている人とは全然違うと思います。時坂さん、サンキュー。君にそう言われると嬉しいよ。すごく元気が出る。あ、私の方こそすいません。何も知らないのに分かったような口の聞き方して。あ、いや、実はさ、最近あることで落ち込んでいたんだ。あ、虚偽記事ってやつ。あること？だけど君に葉っぱをかけられて元気が出たよ。ありがとう尾張さん。さて、それじゃあ次へ行こうか。なんかお互いにこう確信に触れない感じで行くんだな、なんか。はい、じゃあ次はいよいよチミケップですね。そうだよ。やった。なるほどね。もう勝手に移動だね。出発しないという選択肢はあるのかもね。永遠にここでいつきちゃんと千年の時が流れたみたいな、そういう展開はできないのかな。さあ、まあ、ここの移動をカットしてもいいんだけど、まあ、せっかくなんで、せっかく後ろにいつきちゃんがいるんで、のんびり見ていきましょう。もともとのんびりのんびり旅をするゲームなんでね、こういう風に。雰囲気を味わいながら、近っ近っ、こんな近いのかい。着いたよ。ここがチミケップだ。はい、お疲れ様です。さてと、行こうか。はい。ああ、俺がやるの。でも撮るよ。この場に感じで。もっと私を撮ってくれますか？星狩りさんだな。君が望むだけ。こうしていると落ち着くんです。やっぱ。お疲れ様です。はい。はい。やっぱそんなに
あれか、道の駅みたいにいろいろ特殊ポージングがあったりはしないんだね。まあそこら辺がちょっと残念だね。嬉しいけど、撮れるのは。ここがチミケップなんですね。静かで綺麗なところです。そういえば、どうして行きたかったのか、まだ聞いてなかったね。なんで？私、大学のサークルでカヌーサークルに入ってるって言いましたよね。ああ、聞いたけど。そのクラブの先輩から、チンケップっていう湖が綺麗らしいぞって聞いて。その先輩は男か女か、答えろ、いつき。どっちだ？合宿の下見に行くときに、見て来いって言われてたんですよ。ああ、それで、チミケップなんだ。でも、女の子一人に感情させるなんて、随分な先輩だね。それは私がやりたいって言ったんです。でも、だからといって女の子、まあ、男と女二人で行かせるのも、まあ、でもいいのか、二十歳だったら。二十歳だったらいいのか。どうかな。と、木坂さんが。はい。私、親戚がこっちにいるので、あ、そうなんだ。私なら、少々時間がかかっても宿泊費がタダになるから、って。なるほど、そういうことか。適任ではあったのか。北海道側に親戚がいるんだ。へえ、なるほどね。ああ、親戚がこっちにいるんだ。いつもはその人に送ってきてもらっているんだね。なるほど、そういうことか。はい。なるほどね。そういう意味か。どうやって来てんのかなっていつも思ってたもんな。車か。車で送ってもらってんのか。あーん。でも大学生か。いいな。そんなに年齢変わらなくない？俺なんか早くに両親が亡くなったから、高校もろくに行ってないんだよね。あー、まあ、そういう意味か。そうなんですか。まあ、おやすさん、これは編集長のことなんだけどさ。そのおやすさんが、親父の親友で、あれこれと世話してくれたおかげで、一応高校までは卒業できたし。大丈夫かそれ。のりちゃんみたいになんか寝とってないか。大丈夫か。親同士が親友ってなんかもうのりちゃんのせいで寝とる展開しか想像つかねえんだけど、ちょっと、のりちゃんの功罪だな、これは。今の仕事にもつけたりしてるんだけどね。でも仮に、時坂さんにと同じ大学に入って、同じキャンパスで出会っていったら、俺たち、どうなっていたと思います？さて、どうかな。あいにく、俺には大学生活なんてわからないから、想像もつかないや。同棲してたんじゃないの？あら、そうなんですか。私はきっと、すっごーく仲のいい、友達同士？そこから先は、内緒です。ハート。ちょっと、そりゃないでしょ。教えてよ。なんだこれも。なんだこれも。ダメです。教えてあげません。なんだこれは。なんだこれは。もうほぼ答え言ってるみたいになってるぞ。おい。取らせろ。取らせろ、いつき。お前の全てを取らせろ。はい。もっと、私を取ってくれます。これ多分攻略本の表紙のスタイルだよね。攻略本スタイルだよね、これ。攻略本スタイルだよね、これ。こうしていると、落ち着くんです。こんな感じだった気がする、攻略本。買ってないけどね。表紙だけ見た。お疲れ様です。攻略本、なんか、風雷って高いんだよね。風雷機ってプレミアついててさ、ほぼ、なんか、むちゃくちゃ高いんだよ。これアーカイブはなんか600円で買えたけどさ、めちゃくちゃ高いんだよ。攻略本までクソ高いのにさ、何これと思って見てるけど。あー、綺麗。二人の前に広がるチビケップ湖。マシューともアカンとも違う湖面はとても深く濃い色をしている。まるで鉱石か何かのように濃紺な水。なんだか星空みたい。星空？ものすごく濃い紺色の水水面に太陽の光が反射して星みたいに見えるでしょ。それじゃあ湖面の星空をバックに撮ろうか。おい、何これ何これ何これ、新しいスタイル来た。これ、俺が、あ、よかったよかった。タイミングよく綺麗じゃないの。ねえ、時坂さん。これなんかサムネに良さそう。すごくサムネ映えしそうな位置取り。文字を入れる空間を左上に開けた上で、それに被らない位置に、いつきちゃんがいて、なんかすごくいい感じ。サムネ映えする。インスタ映えじゃなくてサムネ映えする。
のでわざわざここで時間かけてちょっとサムネ自動生成に引っかかるようにしとく。ねえ時坂さん、何ですかこのチミケップの意味はわかる？チミケップの意味ですか？うん。カウント開始！ 5、4。ちょっと数えるのが早いですよ。3。今度は遅すぎです。2、1、0。ブブー、時間切れ。3年、無念、また来年、さあ脱いで。ちょっとわからないです。鹿なりの滝みたいのだったらわかるんですけどね。そうだろうね。チミケップってアイヌ語だから。うん。アイヌの言葉の地が結構あるんだよね。そうなんですか。うん。アイヌ語でチミはケチャップが好きかね。って意味なんだよ。ほんと？ほんと？ガチそれ。ちょっと待って。え、マジ？ベタベタですね。あ、よかったけど、そうだよね。ありえないよね。びっくりした、びっくりした。ケチャップ、チミケップってケチャップの意味かと思ってびっくりした。信じちゃったじゃねえかよ。で、本当の意味は何て言うんですか？うん、本当はね、山水が崖を削って流化するっていう意味なんだ。水が崖を破って、なんか迫力のある名前なんですね。でもここにぴったりだと思います。そうだね、昔の人はよく自然を見ていると思うよ。俺もカメラを通してそういった視線を忘れないようにしないと、本当の自然の姿を見ることができないとね。大丈夫ですよ。そうかな。だって私を認めるんですもん。俺じゃなくても時坂さんぐらい可愛ければ誰だって見逃さないと思うけどね。ありがとうございます。少しご飯を散歩しませんか？ああ、そうだね。うん、なるほど。もう一回撮れる？ここ。あ、もう一応さっきより撮った案っていうか。あ、見てください。カヌーを出してる人がいますよ。いつきちゃんの趣味にピンポイントに来るのが来たね。おぉ、これ本当に見つけたのかな、スタッフ。見つけたのかな、そういうことか。本当だ。やっぱり、カヌーイスト。カヌーイストなら考えることは同じなのかな。カヌーイストって言うんだ。オレオワーって言うけど、オレオワのこと。オレオワプレイヤーのこと、オレオワーって言うけどな。ですね。よし、写真撮っちゃえ。撮っちゃってんね。いいの、それ。ま、一回後ろ姿なの。風景として撮ってんだよね。そういえばさ、確か、この湖は環境保護のために、手漕ぎボートとカヌーしか使えないんじゃなかったかな。結構、珍しい措置なんだよ。え、そうなんですか？私、そういうことには、疎くて。北海道で唯一の保護獣、エゾクロテンも、ここじゃ見ることができるらしいからね。エゾクロテンって何？キツネみたいなやつを言ってんのかな？黒点って何？なんか黒点って言っても、あ、なんか聞いたことある気がする。それだけ自然に配慮された場所なんだろうな。そうですね。本当に自然を楽しむには、自然に手を加えちゃいけませんよね。自然にだって、きっと、本当の姿を見てほしいと思ってるわ。きっと。そう言いながら、時坂さんは少しだけ寂しそうな表情を見せた。この自然に、何か思うところがあるのかもしれない。そろそろ戻りませんか？少し風が冷たくなってきたみたい。あ、本当だ。それじゃあ今日はこれぐらいで戻ろうか。はい。これ明日とかどうなのかな。はい、出発。わびこ半島に戻るってこと？そこに家の人が迎えに来るのかな。え、移動パートがあるの？いいよね、自動だよね。え、わびこ半島までこれで移動して戻るの？結構遠いよ、距離的には。大変だよ。そういう感じ？そういう感じなのかな。いやー、山道だね。ダート道だね、これは。大変だね、バイクじゃ。
歩いても自転車でも何でも大変だけど、うん、北海道ってほんと道がまっすぐだよね。大きい道がまっすぐだよね。なんかさ、このカットしたところの話だけど、なんかタバコ買い行けみたいな集団が現れてさ、友達に言ってるような感じの、あれさ、信号右に曲がって左に行ってすぐだよみたいな、自販機とかあるからみたいなこと言ってさ、そいつが買いに行ったらさ、その後にさ、あいつマジで行ったぜみたいな感じのことを言っててさ、次の信号まで行くのとか案内は本当だけど20キロ先30キロ先だぜとか言ってたから、北海道ってやべえと思った、規模がちげえと思った、スケールがそんなとこで、あーなんかキャンプしてる人がいっぱいいる、キャンプが。そして俺といつきちゃんはわびこ半島へと戻ってきた。あーキャンプしてるんだね、みんな。あんな火つけていいの、松明みたいな、火事にならない。今日はどうもありがとうございました。いろいろなところに連れて行ってくださって。もうちょっと森の方じゃなくて湖の方のね、木とかがないとこに火つける、危なくない、あんな上に掲げて。そんなお礼を言われるようなことはしていないよ。俺の方こそ元気を分けてもらっているぐらいさ。そういえば尾張さん、鹿なりの滝で落ち込むようなことがあったって言ってましたよね。何かあったんですか？あ、うん、俺の記事がさ、その嘘800並べたやらせ記事だっていう投書が来たんだよ。尾張さんの記事が嘘？ああ、もちろん俺はそんなことを書いてもいないし、そんな抽象をされる覚えもないんだけど、単なる嫌がらせってわけでもなそうなんだよな。猫1000匹のお姉さんが書いてんじゃないのなんか勝手に私のあの写真を使うんじゃないみたいな、そういうとこがあるんじゃないの。あんなだってさ、ね、あられもない姿っていうか、ほぼ裸の姿勝手にネットに上げられて怒ってんじゃないの。その人はなぜ尾張さんが嘘を書いているなんて言ってるんです？そこがわからないんだよ。もう少し抗議の論点が明確ならこっちも対処のしようがあるんだけどね。そうですか。つまらない話で、いつきちゃんのテンションまで下げちゃったな。ごめん。いえ、早くその人の誤解が解けるといいですね。うん。そのためにも、やらせなんて言わせないような記事を書かなくちゃな。ということで、次の予定だけど、明日なんてどう？明日ですか？うん。都合の方はどうかな？いつきちゃん、下見いいの？だけ下見しに来てんじゃないの？なんかもう、普通に旅行してんだけど、大丈夫？下見旅行してんだけど。もし行けるのなら、釧路湿原へ行こうと思ってるんだけど、読めるようになったな、俺。よくやった、俺。最初の頃読めなかったな、釧路が。読めるようになったぜ。釧路湿原ですか？合ってるよね。ダメ？結構遠くない？いいえ、そんなことありませんよ。ぜひ、お願いします。釧路ってスタート地点だもんな、1日目の。ほんと？よかった。それじゃあ、明日の朝、また、こっから行くんだ。バビコに集合でいいかな。まあ、わかりました。ではまた明日に。はい、また明日。あ、記事書きがなくなってる。キャンプしかない。一応キャンプだけするか。はい、あ、そういうことか。あ、なんだ、あるじゃん、あるじゃないですか。はい。星を散りばめた湖。うわー、いいね、その表現。あ、短い、ここだけ。はい、長い文章と短いのかな。タンデムだ。はい。チミケップ。星を散りばめた湖。実は、俺と時坂さんは、今日から、あるターニングポイントを超えたのだ。それは、何かといえば、これまでずっと現地で出会っては、別れてきた時坂さんと、初めて二人で、バイクに乗って出かけることになったのだ。待ち合わせは、ベースキャンプのわびこ。そして、笑顔で現れた時坂さんを、バイクに乗せようとして、旗と思った。時坂さんは、スカートだ。おまけに乗り方がわからなくて、バイクの前でぴょんぴょんしてるし、かわいいな。めっちゃかわいいな、それ。その様子はかわいくて、かなり微笑ましかったけど、結局、子供を抱きかかえるようにして、バイクに乗せて出発。これ、下ろすのもやってんだよね。今日の目的は、チミケップ湖だ。チミケップ湖は、北見から、南に下ったところにある湖だ。周りはまるっきり山に囲まれた場所なので、おおよそ土産物屋などの施設は全く望めない。
ひっそりとした湖が広がり、人気のないキャンプ場が静かに誰かを待っているだけ。およそ普通の観光客なら、あまり何にもなさに経営したいところには違いない。しかし、ここは実は時坂さんの希望でやってきた場所なんだ。なぜここに来たかったのか、と聞くと、彼女はここでカヌーができるかどうかを見に来たそうだ。あ、できるかどうかってことか。じゃあこれは下見なんだね。なるほどね。などと我々が話していると、その目の前をまさにカヌーが漕ぎ出していくのが見えた。なるほど。カヌーとは自分で漕ぐことで自然との一体感を楽しむためのスポーツなのか。それなら他に誰もいないこのチミケップコは大自然の中でポツンと一人っきりになれる絶好のポイントに違いない。なんだか星空みたい。小さな波頭に輝くしぶきを見つめて時坂さんが言った言葉が印象的だった。あいにくこの日は少し風が強かったが、このチミケップの濃紺の湖面は風のない夜には無数の星々をその身に映しているに違いない。なるほどね。まあ、これは選ぶ写真決まってんじゃないかな。まあ、これだよね。まずは。そうだよね。で、一応カヌーの写真つけといた方がいいかな。これかな。はい。OK。はい。じゃあ、今宵はこれで、結構時間が30分超えるようになってきちゃったね。まあまあ、こんな感じで、のんびりやっていきましょう。ありがとうございました。ありがとうねー。